JBJ は韓国の7人、ボーイズグループ。2017年ネットで放送されたプロデュース101、シーズン2の出演者6人でデビュー。グループ名 JBJ は Just Be Joyful の略。本当に望ましい組み合わせという意味がある。2018年4月30日、マネジメント契約の満了により解散。2017年に放送された韓国のテレビオーディション番組、 プロデュース101に出演したメンバーの高田健太、キムヨングク、キムテドン、キムサンギュン、のテヒョン、キムドンハン、クオンヒョンビンは、それぞれに固定ファンのつくほど人気があったが、第3回順位発表式で脱落となった。その後彼らは SN、SNS 上でという愛称で話題となり、そのデビューを望む声が高くなっていった。当人たちもその状況を耳にしており、 最年長のの手ンを筆頭に SNS 上にメンバー揃っての写真を投稿するなどしてさらにネット上での話題は高まった2017年7月に入りファイブエンターテインメントが JBJ の結成の可能性について各練習生たちの事務所幹部が協議を開始2017年8月30日に事務所との問題を抱えたキムテドンを除き JBJ としてのデビューについて 所属事務所間で合意が成立し、10月にデビューすることが正式に発表された。2017年9月26日にデビューアルバム、ファンタジータイトール曲をファンタジーに確定し、アルバムを2017年10月18日に発売することとなった。2018年3月14日に事務所より契約満了により、2018年4月30日に、 解散することが発表された。ありがとうございます。